日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。カットのもちっとハニーフォカッチャ、まあ、ここにハニーメイプルソースちょっと見えづらいですけどついてまーすと、ハルツウォーネ確か、うん、粗挽きソーセージのミートソースと、プリプリエビの明太マヨ、クリーミーチーズのマルゲリータと3種類あります。そしてグラタン、アンチョビブロッコリー、マヨコーン、そしてクリーミーチーズ。クリーミーチーズ前も食べたと思うんですけど、だからカルツォーネ6種に対してグラタンが10種あって、すでに食べたものを除いていくと1種類何かかぶっちゃうんですよね、注文した時に。なのでクリーミーチーズを注文しました。ちょっとこんな状態でさすがに食べられないな。まあどれがどれだかはちょっとわからないのですが、カルツォーネは、包まれちゃってますから早速食べていきたいと思います。どれかな。じゃあまずはこちらのカルツォーネ、なんだろう、ちょっとさっき中見たらちょっと赤いものが見えたのですが、なんだろうな、あなたは何だと思いますか。で、なんでクイズにする。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。今日も優しくあなたを包んであげられたかしらね。どうか、どうどんな味にが口の中に広がってる？そうですね、これはトマトとチーズ、それともっちりとしたピザ生地がよく合っていて、やっぱりとろけますね。で、時にはピリッと刺激を与えて目を覚まさせてくれたり、なんだろうな、もっといろんな味も食べてみたくなるけど、なんかピリッとくるのが満足できるような、そんなピザです。そして時にはまろやかに、時にはさっぱりとくるというのもまたいいですね。これはま、他の種類も、あ、前も食べたか、だから発売してほしいカルツォーネです。そう言い切れます。ごちそうさまでした。まず最初に食べた赤いものはプリプリエビの明太ピザでした。明太子のピリッとした刺激がクリームの中からよく溶けて美味しかったですし、プリプリとしたエビの食感も味わえて、なんだろう、エビと刺激って合うなって思いました。でもエビチリとはまた違うような、ちょっとまろやかなんだけど、ところどころでブスブスっとくるような、そんな刺激でしたね。欲を言えばエビがもうちょっと多かったらよかったかなと。で、次に食べた粗挽きソーセージのミートソースは、自分はなんかナポリタンみたいに結構細かいソーセージが中にバーッと入ってるのかなと思ってたんですけど、そうじゃなかったです。どっちかというとホットドッグみたいな、あの一直線のウインナーがカルツォーネの中に入っていて、噛んだ瞬間にパキッという音とともに肉、ソーセージの旨味をじゅわっと広げてくれました。で、旨味だけだとちょっとくどいんですけど、トマトソースが、じゃなくてミートソースがうまく酸味を加えることによってさっぱりさせて食べられるようになっていますね。で、その次に食べたマヨコーングラタン、なんだろうな、マヨと言いますが、そんなマヨネーズの酸味が強いとかそういうのはなかったです。むしろホワイトソースだけどちょっと濃いのをマヨネーズの酸味が加わることであっさりさせているような、そんな雰囲気、そういった味でしたね。なのでなんかホワイトソースの濃厚な旨味がお好きな場合はうんかもしれませんが、あっさりしたグラタンが食べたいという時におすすめです。そして最後で、その次に食べたのはアンチョビとブロッコリーのグラタン。ブロッコリーは前も言ったんですけど、じゃあ上に乗ってただけでちょっと青さがあったのがですね、アンチョビの塩気、旨味はとかグラタンの中からところどころで感じましたが、なんかソース全体に広がっているわけではなく、一部に集中させるようでソースとのバランスをとっているような、そういった気がします。と、味グラタンでしたね。なんだろう、お魚のグラタンが食べたい時に食べると、どうだろうな、ちょっと物足りないかも。だけど強烈なのは嫌だという時に言う場合はいいですね。で、最後に食べたクリーミーチーズのマルゲリータ、バジルも入っていて、最初バジルの香りが結構バッと強く出てきたんで、食べ進めていくとだんだんチーズの味が強くなってきました。その中間を取りな
取り持っているのがトマトですね。ただのマルゲリータとはまた違った、なんか一気に来るような美味しさがあります。なので、変わり種のマルゲリータが欲しいと思った時におすすめ。で、最後に食べたフォカッチャ。フォカッチャ自体は生地に特に癖や味がなく、なんか良くも悪くも味がないというシンプルなんです。そこにハニーメイプルソースが加わることでいい感じに甘さが出てますね。生地に弾力がかなりあるので噛んだ瞬間に口の中でむにゅっと潰れて甘さを広げてくれます。でもなハニーメイプル以外にもいろんなソースをつけたくなってきますね。組み合わせ次第では主食として食べられるかもしれません。で、今回食べた中だと、粗挽きソーセージのミートソースピザが一番お肉、ソーセージの味で意表もつかれましたし、全体としてのバランスが取れていて美味しかったので代表として5点とさせていただきます。もちろん他の2つも美味しかったですよ。あとグラタンもね。それでは超待って、骨になるかなこの春は、いや怖いかな、最後まで優雅に回せてあげましょうよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。